昔からどんなに悪いことをしても全てを許してくれて、知名度が上がるにつれてなくなっていくものなのかなって。安定剤を大量にテイクしててメンタルヘルスがすごくて、失踪をしたことが一回あって、 LINE でママ病院に行きたい、ごめんなさいとしか言えない。本当そう。すごい刺激を受けて、いくら精神的に来てたりとかしてもやる男なんで。いや入ってるよ。もっともっと俺でかくなるぞ。ラッパーっていう存在からアーティストっていう存在に昇格というか変わったなって思った。いやっありがとうございます。キングオブエブリティングの曲の編曲はするんだけど、まあ入ってよ。自分にとって音楽はやっぱずっと変わらなくて、遊びという気持ちはあるけど、それとともにメッセージ性っていうものが年を取りについてきて、ノーと言えない自分たちに対しての曲を作ったりとか、社会の問題に対して歌ったりとか、自分のパワーを有効的に使いたいなって思ってきて、言いたいことを言うっていう流れを俺が作ることによって後ろから賛同してくれる人がいるんじゃないかなって。で、ハバナイスで流してラブピストル、お金持ちにはなる。自分のヒップホップの定義っていうか、ヒップホップの定義って誰が決めたの？弱音を吐いちゃダメなとか、強がらなきゃダメなとか、俺はその時代に生まれてないし、別に女々しくていいと思ってる。クイーン、クイーン。散歩は僕も好きなんで、いろいろ考えますね。歌詞とかもそうだし。イララララライラララララララ。え？え？おはようございます。おはようございます。困ってる人にメッセージが届いて、その人の力になれたらいいなと思うし、逆に自分も弱いんですよし、心に傷を負ってるから自分に対しても言ってるっていうか、自分の同世代がそういう悩みを抱えてて、自分もそういう悩みを抱えてるから、そこで精通した部分はあったと思う。自分超音楽以下だったのかなって思うんですね。じゃあネットジャクソン的な。恥ずかしいこと言うと、家族で集まると必ずみんなで踊るっていう、何の音楽でも踊って、うわそれいいじゃんみたいな、そのムーブいいねみたいな。お母さんがいつも曲を流してくれてて、これいい曲だよとか教えてくれたりとかして、ベストヒップホップアーティストですね、リックス。自分を作り上げたのはお母さんだと思うんですね。あとメンオブザイヤーですね。ボン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 って今後増えると思うんで、もう一個これ買わないといけないんですよ、こっちに。天才なんで、はい、どうも。私の中ですごい光り輝くものを感じていたので、あなたはスターだよ、天才だよっていう風に褒めながら彼は関わってきました。街歩いてたらレックスの歌が流れてて、え、レックスってここまで来たんって思ったら、なんかもういろんな人たちから賞もらってたり MV できたりして。レックスさんは14歳からサウンドクラウドに楽曲をアップロードし始め、ファーストアルバムで衝撃的なデビューを飾りました。楽曲なんでも言っちゃってが TikTok を中心に大ヒット。何でも言っちゃって俺の名前も使っちゃってヒントが勝っちゃって。レックスの強みは表現力です。どれにしよう
いつも刺激をくれる存在だし、なんか嬉しかったし、もっと頑張んなきゃって思ったですね。この間まだ二十歳になったばっかだし、まだまだこれからだと思うんで、もう上がっていくだけじゃないですか。同じその日本人のアーティストとしてどこまでも行ってほしいっていう期待は結構無限大にあります。ものすごい一生懸命だからみんな応援したんだと思います。寂しい。ライブに出てすごい歓声を受けて、さっきまでいっぱいの人に囲まれてたのに、そこから家に帰ってきて誰もいないと寂しいし、自分はやっぱ一人の時間が嫌いで、すごくいろんなことを考えてしまう。すごく繊細で落ち込みやすいところもあったので、心臓がいくつあっても足りないぐらい危ないこといっぱいありましたし、いなくなっちゃった日もあったので、レックスが失踪をしたことが一回あって、全然見つからなくて、4日5日後ぐらいに駅のトイレで倒れてるの発見されて、結構レックスは考えちゃうタイプだと思うんで、ひどいこともしたし、自分のママを傷つけてしまうこともあったし、昔から自分がどんなに悪いことをしても全てを許してくれて、本当にごめんなさいとしか言えないですね。 With You ツアーファイナルの前にメンタルヘルスがすごくて、プレッシャーもあるし、ライブ前の緊張感、すごく不思議な感覚に陥るんですよ。そういう時ってすごく動けなくなって、ソファーで天井を見ながら何を考えてるのかもわからないし、誰とも話せなくなってしまって、もう本当に出るか出ないかっていうところだったんだけど、でもみんなの前で強くあらなきゃいけない。それで安定剤をもう大量にテイクしてて、マネージャーにやらせてくださいって言って、久しぶりに会ってウェーイみたいな感じだったんですけど、まあ、どっか空元気なのかなっていう感じる部分はあって、まあでもいくら精神的に来てたりとかしてもやる男なんで、あいつは。お客さんには心配させないようにしてるのか、それとももうステージに立っちゃったらね、やりきってるのかわからないけど、そこはプロだなって思ったし、本当にそこは尊敬するところだと思います、ツアーから帰ってきて家でトイレをしてたら、おしっこから血が出てきちゃってて、めちゃくちゃ激痛が走って、メンタルもガタ落ちしてたし、多分このままじゃ死んでしまうなと思って、それでママに助けを求めて、 LINE でママ病院に行きたいっていう、それだけでした。ずっと泣いてました。で、何かが怖いって言って、私も言葉が見つからなくて一緒に泣いてました。日々の感謝を伝えたいなと思って、そうだからありがとう、余計自分の家族とか友達とか自分のチームがすごくサポートしてくれて、そばに寄り添う感じ、あと怒るというよりは彼の心に私の言葉が入るような工夫はしてきました。励ますとか、そんなんで男だからこうしょげてんなよみたいのじゃなくて、こう同じ目線になって、もうとにかくでも大丈夫だよみたいな。すごい面白いんですけど、私が落ちてる時にレックスも大体落ちてるんですよ。テンション下がってる時は頑張ろうみたいに言えるし、話し合いもできるし、プレッシャーに立ち向かってこうねっていう感じです。うんうんうん、
髪色だったり聴いてるなんか 曲だったりとかほぼ一緒なんですよ。もうリンクしてるマジで見えない何かがそれから質問なんでしたっけ多分彼のステップアップするための試練なのかなっていう風に感じました。応援していきたいなと思います。小さい頃からいろんな嫌なこともあったけど、でもそれを家族みんなで乗り越えてきたと思うから、うん、やっぱどの家族よりもきっと愛は深いし団結力はあると思う。チームみたいな感じです、うん、ただいまが言える場所っていうか、俺にも帰れる場所があるんだって思った。日本にいると日本のルールのもとでヒップホップをやることになるから、俺は多様なものを吸収してヒップホップにしたいと思ってる。曲がそのアーティストがヒップホップであるかを証明するんじゃなくて、アーティスト自身がヒップホップなのかどうかっていうところが俺は肝心だと思ってる。そういうことさ、SNS ではずっとつながってたけど、そこで初めて韓国で会って。Welcome。ここはあそこのスタジオです。かなりでかくてビビってるんだけど、俺だけじゃないよ。ニューアルバムも聴かせてもらって、俺はマジでバチグラっちゃって。自分が見てた視野っていうものの狭さが改めて分かったし、すごい刺激を受けて、わーみたいな。よやばいよね、彼は天才だよ。 He's genius。 I hit you up man。 Yo It's a crazy day。 Tomodachi crazy day today。そこから勉強になったものがあるし、いろんなアーティストとリンクアップしていきたい。それがやっぱ海外に行く目的でもあるかなみたいな。アジアを制して US に乗り込む、それが今の自分のビジョンですね。ウィズユーツアーの時は自分は天気だったなって感じる。ちゃんと体を大切にしなきゃいけないし、無理な時は無理って言わなきゃいけない。これから先アーティスト活動を続けていくにつれてもっと深刻になっていくし、逃れられないものだと思ってるから、それに対しては対処していかないといけない。気合は入ってます。気合は入ってるよ。今アルバム作ってるからまた海外に行っちゃうけど、とりあえず日本でこうやってライブできたら最高だったね。最高としか言いようがない。これ以上のものが見つからない。今までは日本のトップに向かって追ってたんで、あとどれぐらいトップになれるんだろう。じゃあトップになった時に次のゴールどこだろうみたいな。やっぱ世界は広いし、ゴールなんてものないし、ゴールに達成したら次のゴールが見えてくるから。お疲れ。